い。もうね、あれだけいた定額使いがね、俺だけになっちゃいましたね。今日しかない、しかない。いや、今日ミキネコ来る予定だったんですけどね。一応ミカノ君来る予定、まあ、そう、のじあいでね、頑張ってもらいましょう。のじあいで来ると思うんでね、まあ、みんな、のじってください。座れば座ればいいんじゃない。いいのこれ、俺が座っちゃってもよろしいですか。1回戦、0回戦か。0回戦で、1ピガが夏目くんとかる、2ピガがソメヨスさんなのもね。さあ、コンスとか、バージョンが変わってね、あまりすごい強化されたんで。あまねの立ち位置が早いってのみたいな。全体的に見たら分かるんですけど、モーションがすごい早い。いいから、さあドリル、なんかドリルをやるだけですごいゲージが溜まるらしい。あれ、あれなんかね、チャージですね、さっきの。ハリケン、ハリケンですね。ハリケンのキャンセルですごい溜まるんでしょ。すごい溜まるんで、椿みたいな感覚で。溜めるんですけど。ただ、カルルガもほとんど変わってないから、今まで通りのムーブで勝てるっていうのが。強キャラなんですよね。強キャラというか、強い。本当にだからあまね速くなってんね。あまね速いですね。俺そうテイガーってダッシュとかクソ速くなってる。やばい。テイガーって勝てる気がしねえこいつ。やべえ。何これ。激レン相変わらず遅いけど、激レンじゃねえわ。Z か。Z 相変わらず遅いけど、空洞とかダッシュ速くなってね。全然。あやべやべ。さあリバーチで逃げたけど。あつまる。さあ距離を見せてバーストから投げていく。ダッシュ落として。3 D。カードしている。8D カウントきた。タッチ拾って。ダミーダミーダミーしいから。助かる。ダミーあるある。8D が取ってしまう。さあ繋がってない。姉さんバレーボール。まずアイポン乗っていくのは夏目くんのカルル。あの判定ね、ちょっと直してほしいんですけど。ラインアンド開幕タッチ。特化してドリル貯める。姉さんバレーボール。やってきて。タッチ取ってドリル取っ貯める。まあ、貯めれるのが早くなったって言ってもやっぱりちょくちょく貯めるだけじゃ危ない。いやでもこれ早いっすよ、めちゃめちゃ。あまね、何これ。アップスパス、まあ、すごいスタイリッシュになりましたね、あまね。あまねはね早くなってるからかっこいいね。ロッシーからドリル。さあドリル置いて後ろ画面外にいる。さあ激レン。あのドリルゲージがなくても全然戦える感じがする。でもドリルゲージなくても戦えるのは強いね、やっぱり。そうそうそう、強いっすよ。うわ投げ落として、さあ激レン下殴りもバッチリ。足が速い。1本取り返してきます。ソメヨスさんのアームね、足が速くなったんでね、駆け引きがすごい大きくなった感じが。おた勝った。ジャンビーからタッチ。ピクロイキも勝った。上投げが通って、はい、ジャンシーで拾って、タッチで拾って。天京さん、天京さん、天京健さん、あ、じゃあ来ました。タコペスさん、はい、一緒に戻って。8位からジャンビー。さあこのオーバードライブ投げ返していく。ジャンシーに寄ってクーコン。ジャンシーで落として姉さん3人めぐりたく。まだめぐって逃がしはしない。挟んでいたがジャンニー B で逃げる。さあ姉さんが突然暴れ出す。自身に対して激怒。ブンブン振りまして終わり。終わり。何もない。さあ8位姉さん怒りの8位。なんでね、ないんだよ。私が拾ってもいいだろ。姉さん回復早くなったんだったっけ。ノリロイド、ノリロイド、ノリロイド。うわ、6D が微妙なんね。今なんとも言えない。はい、昔の思いの違って全然ドリルゲージたまんねえから違和感があるな。さあ勝ったのはなすめくんのカルル。今回は本当にドリルゲージを貯めにくいから、普通にドリルゲージなしで戦っていくのが普通になりそうですね。普通に勝負やめてください。そうなん、僕にはやることがあるんですから。うん、こんなところでハリケンのね、ゲージ増加量がね、一瞬でなんか何2割ぐらい溜まってるから、すごい早い。あの技切り返す使うやつ見たことないよ俺。見たことないよ俺。やばいやつだわ。さあこの BB プレイヤーさん、名前は BB プレイヤーさんなんですか。名前は BB プレイヤーさんですね。 BB プレイヤーさん、新規の方ですかね。新規の方。さあでもカグラを使ってるってことは家庭をやってる感があるよ。いや見た目で選んだ可能性もあるよ。リピーガーが BB プレイヤーさんのカグラ、リピーガーがホゲーさんのトークか。さあ、ホゲーさんは前か前作からしっかりやってる。タオカが近い。でも今回タオカが弱くなってるらしいんだね。やることがなくなったらしいですね。どうなったんだろう。やることは、で、なんだったかな、猫っ取りがなんかすごい遅くなったみたいなことを聞いたんですけど。あ、それ嬉しいね。嬉しいって言うね。で、カグラはカグラで火力も落ちて、6A のガトリングもなくなって、何があるのみたいな。いやでも、やっぱりカグラ見てると何やってるか分かんねえよ。あ、多分ね、慣れたら分かる、慣れたらか。ただね、片目からのやっぱり駒投げとか中段とかはやっぱ見えないんで、相変わらず。さあ、ファフナー。あ、どこれ、あ、拾えるんだ、あれ。あれね、家庭用も拾えたんですけど、あ、こっちでも拾えるんだ。
通常ヒットで拾えるんだね。まあ、ウリトラ取ってリウェディングめくったとこにちょっと遅かった。ロクシーからさあ、いつも通りのコンボを仕掛けていくな。倒さそう。メカの回すからアンコール、サーピッチとしてめくってまた戻ってくる。ここで空投げ、放送切り。さあ、死に取ってこれは死にますね。さあ、時間がないからできるか。おー、猫の松で死んでいく。相変わらず強いですね、あれはね。あの補正切りとかやばいっす。やばいやばい。一本取っていくな、ホゲソノトーか。空投げからよ、行くわ。熟練者の力を見せつけていくスタイル。十字弾は伊達じゃねえ。パフな、楽しかったか。問題ないぜ。あれ、早いな。感覚ないんだよな。ジャンシー、ブンブン、ジャンシーが強い。パソロクシー、ニエが取って、おー、持ち掛けていくな、倒すのは。とりあえず画面差しに吹き止めたい。ジャンシー、ワイバーンで突っ込んだところに取られていくスタイル。ロクシーから、あれ繋がらない今の。あれが繋がらないのはちょっとあれだな。ついなー。リュウジめくりだけこれ見えない。吹っ飛ばして中央に。だからやってることかっこいいんだけどな。言ってるなよ。 2C が取って、あ、2C やね、アンコールか。パフな上側に走って、ここで投げが通るで、投げはこれ。ジャンシーからこれはさっきと同じ猫玉2から、あれ失敗失敗。ユニゾンネームが出なかった。ロッシーカウンター、これ痛いやつ。あー、ミスですから。さあ、ここで下段だけ勝ったのはホゲソノトカか。さあ、バージョン変わってもしっかり通していきますね。さあ、見た感じタオカがあんまり変わってないの感じしますけどね。俺かな、僕です。ラバさんと、ラバさん、ラバさんと彼、彼1時間くらいかかるそうです。さあ、対するは、対するはあの、家庭用カグラ全治。先ほど実際の大会で優勝してまいりました、このエールカグラ。さあ、これキャラ差的にはどうなんですかね。いや、でもサモナーは、あ、誰か、サモナーはファフラー、ファフラーでねえわ。あのワイバーンで消せるかな。なんともいないですね。なんか硬直があるようでないような。おお、わからん殺し。ちょっとね、音は小さいんだよな、結構口元に近づけないと。さあ、しっかり殺していく。エルオカグラ。あれね、6C ね、知らないと本当に普通にバリガードが張ってなくて痛いし、どくらになるんで。そう、新爆戦に引っかかってる。そう、このキャラ、新キャラ独特というよりかはもう本当にキャラを知らないと無理という。そうですね、感じありますね。初見で強いとかじゃなくて、そう、分かりやすいキャラなんですね。あの、プレイヤーの性能が出やすいですね。それはまあ、ワイバン、あー、これは止められちまう。やっぱり横に止まるんですね。やっぱダメですね。まあ、荒くれの切っても止まるんでね、しょうがないし。悲しいですよね、全然しょうがないですからね、俺はね。いや、終わってるって言ってますからね、彼本人が。下段、あー、ここはバースをフォローしていく。サーモナー巻いて、2ワフナーはスカル、投げホール。サーモナー、サーモナー、さあ、テクイコンボを決めていく。インドボム失敗、4ピース取る。これはまだ死なないけど画面足痛いやつ。4ピース取って、ここバースト。さあ、勝ちたい、 L を勝ちたい、ワイバーン。ここはアーマーがさあ耐えられなくて一本取り返していく。アッサンドヌーシークル2から、あ、どういう、さあ、ジュラン、キュードラ、ファンフラン。さあ、画面足が逃がせない。さあ、サモナーが飛んでいく。さすがにこの組み合わせきついか。この組み合わせお互いあんま飛べないんで、ね、重力巻かれるときついぞ、カメラ。きついというか本当に動けないですね。何もないな。この行動制御系のものが当たっちゃうとカメラ本当にヤバいですね。やばいやばい。さあ、しっかりコンボしていって2300奪っていく。近づいて、あーっと4ミス取る。 4B が外れて、さあ、低空かっこいい。しっかり重力張っていく。重力張って距離を離していく。ワイバン近づけない。どうやってこれどうすればいいんだ。ワイバンね、短いんですよちょっと。インドブル
後衛から落としてオーバードライブ恨まれこれはできますね。勝率勝ったのはエルボ。いやーしっかり決めてきました。危ない危ないあれ持続長いからオーバードライブじゃ無理っすよね。まあもうちょっとタイミングずらしたらいけそうな匂いもするんだけどな。反応がないといまいち面白い。あのめくりは見えねえわ。見えないね。アジサバアジサバアジサバ有名人今日は人っていうかあいやないそれは向こう使ってるから、うん、しゃあないですね。さあいや一体何者なんだ。リピガーが山内さんのラグナー、リピガーがトンキツさんの人。カードがないのはただ今他の兄弟でトレモ中です。これこの組み合わせってぶっちゃけテイトのでそこそこ起きてるんですかね。えテイトのでそこそこ起きてるんですか、ね、この組み合わせは結構いるんじゃない。ラグナーも人も多いしね。まあ人の方が圧倒的に多いけど、ていうかあれですね、バージョンアップしてメディアレッドさん変わったからキモくないっすか。切り込みですよ。あそうなんだ。すごいキモい。ダサくなった。前のふわって浮くのも十分ダサいと思うけど、なんかチーム遅くなってない。これなんかねなんか立ち火あペンペンって感じです。どうなんでしょう。ロケロケ早い。どうしてもなんか今回のバージョンアップのあれは変更がやってない人に伝わりにくい。 D 波動がロケだと思うんですよ。ファースト読んだが何もしないよ。 6B カウントヒット。さあ出し 6C からガントルタンス、アーチーからヘルコマンギア、どうだ問題ねえぜ。アーチーが取って 3C から D ショットッシュをせっかちんでアーチビータチビー投げスローレックミス、いつも通りせっかちんから追加まで出してバスト間に合う。ロフィーアーチビーやりたいムーブ。一本取ってかな。山内さんのラグナー多分受け身方向間違えたんでしょうね。あトンキスさんテルミばっかり使ってるから。テルミ固定しねえよ。タッチにガンダイトガントルタンス補正切りやりたい放題。エルトマンからタッチにタッチダンシースカル。あれは何つながるよね普通。それともあれ補正の関係つながらなかったのわかんない。タッチからいろいろつながったのもあるかもしれない。おいしい。ああ先生かもね。 2C6C からクラストリガーヒット。これはそこそこ減るのかな。これボーナス補正効くんで。え嘘マジで知らない。クラストリガー主導はボーナス補正効くよ。勝ってるんだけど。すごくない。50パーない人の姿だったんだけど。あーこっち2層からせっかく欲しい。これは確実ですね。さあ下段高に対して勝利で終わっていく。まあしっかりする。ブラッドライズめくりしっかりガードして。ひよくですね。ここで何だっけ。トーフェルでは。ひよくですね。ひよくですね。ひよくですね。かそうと思いました。あんま見ないか。外しちゃったら大反応だね。降りたくないね。タッチチェッカー陣からタッチガードして。なんかやっぱ CD ガードしまう。バタイしっかりして。今バタイしやすいのがダメだと思う。CD ガードって。みたいなキャラはできてもいいと思うんだよね。チェッカー陣からタッチガードして。チェッカー陣。クーポンはしない。じゃあ飛ばして、じゃあ D ハード、さあ吹雪、バッチリ、危なくなく勝っていくのはトンキッスさんの陣。実際来てない人多くないですか。なんで来てないのか僕も知らないんですよ。忘れちゃ嫌だよ。